はい、どうもチャツです。というわけで今回もマスターデュエルやっていこうと思います。というわけで皆さん、お知らせ見ましたね。見てない方いらっしゃると思うんで一緒に見ていこうと思うんですけど、こちら予告イベントエクシーズフェスティバルっていうのが来てます。はい、皆さん何ですかこれね。見てください、初めてのマスターデュエルのイベントですよ。これ嬉しいですね。うん、僕もちょっとランクマね退屈してたんで嬉しいでございます。どういうものかと言いますとですね、今回書いてますね、エクストラデッキはエクシーズモンスターのみを使用可能という、まあそういうイベントになっております。はい、ということで今回はそのエクシーズフェスティバルに使える、十二獅子のデッキを作ってまいりました。はい、で今回はこのデッキを皆さんにも紹介して、なんかちょっとでもね参考になればなと思ってねやっていこうと思うんですけれども、もう実際にね、ちょっとランクまで試してきました。そしたら、まあ一応、7連勝できたんかな。うん、7連勝できました、こんな感じで。はい。なので、ちょっとこちら今日紹介して、みんなにもね、よかったら作ってもらいたいなと思っております。で、早速紹介していきたいと思うんですけど、まあその前にね、ちょっと、先にこのエクシーズフェスティバルの概要について軽く触れとこうかなと思います。はい。そして、その後に、デッキ紹介して、その後に展開方法の紹介。そして次にリプレイ見てもらって、最後にエンディングっていう形でやっていこうかなと思っております。はい、ということでじゃあまずはね、このエクシーズフェスティバルの概要から見ていきましょう。はい、じゃあ見ていきましょう。で見ていくとですね、夏季日程でイベントエクシーズフェスティバルを行います。で夏季日程こちらですね、2月17日の16時半から2月24日の13時59分までとなっております。なのでまあ1週間ぐらいですね、うん、開催されるよということでございます。で、イベントでデュエルをしてメダルを集めよう、集めたメダルの数に応じて報酬をゲットって書いてるんですけど、多分だからデュエルして勝ったらその分メダルもらえるとか、負けてもちょっともらえるとか、そんな感じでしょうね。でそのメダルの数で報酬変わってくるよっていう風になってます。この報酬って何なんでしょうね。なんかこのイベント限定のスリーブとかさ、なんかもらえたら面白いよなとか思ってるんですが、どんな感じになるんでしょうか。で報酬受け取り期間は2月24日から2月26日までとなってますよと。でエクシーズフェスティバル概要ですけれども、エクストラデッキはエクシーズモンスターのみを使用可能っていう感じになってます。なのでまあエクシーズデッキを作ってもいいし、エルドリッチみたいにねエクシーズをそもそも使わなくてもいいわけですよ。うん、なのでまあダイザデッキとかね、こうなんかそういうデッキでもいいわけですよ。うん、エクストラを使わないデッキっていうのもまあちょっと活躍してくるんじゃないかなと僕は思ってます。うん、で一個その次の行、これがマジで重要だと思ってます。このイベントではイベント限定のリミットレギュレーションがあります。はい、これいやー謎ですね。イベント限定のリミットレギュレーションがありますと書いてあります。さあこれどういうことかというとですね、まあ僕の予想なんですけど、エクシーズモンスターをメタメタにメタれるカードとかが多分禁止になったりするんじゃないかなと思ってます。うん、で最初ね、僕アーゼウスとかが禁止になるんかなとかパッて思ったんですけど、いや待てよ、エクシーズイベントでエクシーズモンスター禁止にしてどうすんねんっていうね思いました。うん、だってさ、せっかくのエクシーズイベントのにアーゼウス禁止で何がおもろいねんってねなりました。確かに強力なカードで、まあちょっとヘイトとかもちょっともらいがちですが、やっぱりねエクシーズモンスターわざわざ規制してエクシーズイベント打つのはちょっとおかしいかなと思ったんで、まあそれやったら多分エクシーズとかをメタメタにメタれるカードが結構ね規制されてくるんじゃないかなと予想しました。でもこれも一応ね僕の予想なんで、もしかしたら全然違うかもしれないけど、まあ今回はそういう体でやっていきます。はい、でこれでもしエクシーズモンスターをメタメタにメタれるカードが規制されなかったら、僕のね12獅子デッキ正直ね無理です。はいメタられちゃうとねやっぱり無理なんで、どうしても。うん、だから多分ね規制してくれると思うんですよ。でまあ規制されそうなカードとしては、まあ、まず次元障壁ですね、こちら。はい、まあこれはさすがになんか規制されそうな気がしません？うん、だってこれ入れたらみんな入れるやん、そんなんエクシーズ使うやつ多いんやから。うん、なんかこの辺はさすがに規制されそうな気がしてる、禁止とか。うん、この飛翔する G もなんかちょっとね、結構エクシーズメタなんで、これも禁止になるんじゃないかななんて思ったりもしてますね。でまあこれは微妙ですけど、エクシーズオーバーディレイとかもちょっと怪しいかななんて思ってます。はい、まあこの辺はどうかな、うんって感じですが、
まあ、その辺のカードが、まあ、なんかパッと思いつく禁止になりそうやなと思うカードでした。まあ、皆さんもちょっと調べてみてください。ネットとかにね、エクシーズスペースメタカードとかね、対策とかね、検索したら結構いろんなカード出てくるんで、うん、まあ、なんかその辺が規制された上で、なんかエクシーズモンスターを最大限活かして楽しみましょうみたいなイベントだと僕はね解釈してるので、うん、まあエクシーズデッキ作っといても大丈夫だとなんか思ってます。はい、これで、ゴリゴリに何も規制されてなかったらもうごめんみんなそれは謝る、うん、まあそれでもいいならちょっと今回のデッキちょっと参考にして作ってみてください。はい、で、イベントの詳細、まあこれ以上もっと細かい内容は、イベント開催時に改めて、なんかイベントページに案内させてもらいますよって書いてますねっていう感じでございます。はい、なのでまあちょっとね、このリミットレギュレーションがどうなるかわからないんですけど、まあ今回ね僕が作ってきた十二獅子デッキ紹介していこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。はい、ということで見ていきましょう。こんな感じでございます。今回ね、エクシーズフェスティバルに向けて作ってきた十二獅子です。はい、とりあえずこんな感じにしてみました。ということで、まあメインデッキ40枚でエクストラ15枚という風になっております。でもちろんエクシーズだけで構成してます。はい、本当はね、本当の十二獅子ならリンクとかね入れたいんですけど、でもね今回はエクシーズしか使えないのでエクシーズのみにしております。ということで早速ね見ていこうと思います。まずはね、じゃあ十二獅子モンスターから紹介していこうかなと思います。まずじゃあ行きましょう。十二獅子ラビーナ2枚、十二獅子バイパーが3枚、十二獅子サラブレードが3枚で、十二獅子ラムが3枚という風になっております。でまず、まあ、一番重要なカードから見ていくと、この十二獅子ラムですね。このカード非常に優秀でございまして、まあ、このラムとこのサラブレードから展開していって、この未来王、未来竜王、このね、最強エクシーズモンスターまで立てれたりするんで、ここはもう絶対3枚必須です。うん、そしてこっちのサラブレードも、まあ、今言った展開につなげれるので、3枚必須、うん、で、ここの展開もちょっと後でね紹介しようと思います。はい、なのでちょっと最後まで見てね、うん、で次バイパーなんですけど、ここね2枚にするか悩んだんですが3枚にしときました。うん、っていうのもですね、まあ結構優秀なカード効果持ってまして、このカードを素材として持ってる元々の種族が獣戦種族のエクシーズモンスターは以下の効果を得るということで、なのでこれを下に敷いてたら、このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージ計算後に発動する、その相手モンスターを除外するっていう効果を持ってます。なのでまあ自爆特攻しに行ってバトルフェイ、ダメージ計算後にか、そのモンスターを除外できるんで、まあ結構ね盤面除去してくれるカードなんで、まあ3枚にしときました。で次ですね、十二獅子ラビーナでございます。こちらはね2枚にしてます。まあ効果的にはまた一緒で、このカードを素材としてるエクシーズモンスターは以下の効果を得ますよと。でこのカードを対象とする相手の魔法カードが発動した時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いてその発動を無効にするっていうものになってます。はい、でまあ正直このラビーナ、どうかなと思って、もう1枚ねクックルっていうカードがあるんですけど、はい、こちらですね、これはまあさっきのラビーナの、モンスター効果バージョンです。モンスター効果を無効にできるよっていうものになってるんですけど、まあこっちのがいいかなとちょっと思ってます。うん、なのでもしかしたらラビーナ1枚クックル1枚っていう感じにしてもいいかもしれないね。それかもうクックル2枚とかにしてもいいかなと思ったんですが、まあとりあえず今回ラビーナにしてます。なのでまあ十二獅子モンスターは11枚という風になっておりますね。うん、でその分ね誘発とかも結構入れれるんで、まあこのデッキの魅力かなと思ってます。じゃあ次誘発ですね。まずゾウジー3枚、ウララ3枚、まあここは言うことないですねもう。うん、で、次屋敷わらしが1枚とニビル1枚っていう感じになっております。で屋敷わらしはまあ多分ですけど、エクシーズフェスティバル始まると僕が多いと思うのはエルドリッチなんですよ。うん、でエルドリッチに対して強く打てるし、まあ結構ね使うタイミングがあるんで1枚入れてます。はい、まあ例えばうらら打って相手が墓穴打ってきましたっていう時にも屋敷わらしで無効にできたりもできるんで、まあここはね、枠に余裕があるんで1枚刺してますっていう感じで、ニビルですね。うん、でここはまあ相手がエルドリッチ多いかなと思ったんですが、まあ LL とかもねなんかいそうやなとか思ったり、エクシーズ結構展開してくることが多いと思うんで、
まあここ2ビル刺して2ビルで相手の盤面除去してこいつ出すみたいなこともできますし、ここにね抹殺の指名者っていうカードが入ってて、まあこいつで、デッキの2ビル除外して相手の2ビルをケアできるよっていう動きもできるんで2ビル1枚だけ採用してます。この十二獅子ね、結構この4素材アーゼウスとかこの辺の、未来竜王ホープとか結構ねいかついエクシーズを出すときにどうしてもねちょっと5回以上特殊召喚してしまうことがあるんで、まあそういう時に、摩擦の指名者あればちょっと安心だよねということで、2枚、2ビル1枚入れて、摩擦2枚入れてるよという感じになってます。はい、っていうモンスターカードたちでございました。はい、で、次魔法カードやっていこうと思うんですが、でまず、まあ、バック破壊系からいくとハーピーの羽暴起と、コズミックサイクロン2枚ですね。うん、まあここはコズミックサイクロン3枚にして羽暴起抜いたりとかしてもいいかなと思ったんですが、まあエルドリッチ対面とかで結局羽暴起打って盤面解決してから動き出すっていうのもできるし、まあ、コズミックサイクロンで相手のねなんか墓地利用されそうなトラップカードとかも除外してから展開するっていう動きでもできるんで、まあここちょっと一応散らしておきました。うん、まあでちょっとエクシーズフェスティバル始まってからじゃないと分かんないんですけど、もしかしたら、コズミックサイクロン3にしてハーピーなくすっていうパターンもありかなと思ってます。うん、っていうぐらい、まあコズミックサイクロン結構ねエルドリッチとかには刺さるんでいいかなと思いますね。うん、で、次死者蘇生1枚でございます。まあこいつはまあ非常にね助かるカードで、十二獅子ね結構通常召喚権使っちゃうんですよねすぐ、まあ基本的に全員もう通常召喚するしかないんですよ。通常召喚して、まあそれに対して例えばガンマとかですね、ガンマとかまあ何かしらで破壊されました、そしたらもう通常召喚できませんと、あこれも積んだなってなるんですけど、まあそういう時に死者蘇生があればもう一回特殊召喚してドランシア立てたりとかワイルドボーから殴ってアーゼウスまで行くとかねっていう展開に持っていけるんで、この死者蘇生は絶対いるかなと思います。うん、入れといて絶対腐らないし優秀なカードの1枚ですね。うん、であとはまあ死者蘇生をかませることによって簡単に、未来竜王まで持っていけたりもできますという感じですね。うん、で、次ですね、強欲で貪欲な壺が3枚、まあ十二獅子は1枚初動、全員1枚初動です。うん、だって1枚に、エクシーズ重ねていけるっていうデッキなんで、絶対ね1枚初動なんで、まあこれゴードンね、1試合に、まあ、2回打つことも正直可能です。それ打っても全然問題ないぐらいデッキ回ってくれます。うん、ということで3枚入れてます。まあ初動できたらね嬉しいしね。うん、ということで3枚入れてます。はい、で次、炎舞天気ですね。でこの炎舞天気はまあ初動の十二獅子のかさ増しというか、十二支サーチできるんでもう問題なく3枚入れてますっていう感じで、次月の書ですね。月の書が2枚入ってます。まあこれはちょっとエクシーズフェスティバルに向けて、まあ、入れてみようと思ったカードですね。うん、まあ相手が、まあ、エルドリッチとかやったら、月の書打ってエルドリッチ裏にして、まあ相手のねこの何やったっけコンキスタドールとか、まあ、その辺のワッケーロとかね、その辺のカードをの追加効果、エルドリッチがいる時っていう効果を無効というか発動させなくできるんで、まあ入れてたりとか、まあ本当にミラー対決ですね、十二獅子対十二獅子っていうことも起こりうると思ったんで、まあそういう時に例えば、ラム召喚って言った時に月の書で裏側にしちゃえば、まあ、ドランシアとかに行かれることもないしね、重ねられることもないしですね。あとはまあ遊戯王のルールとして裏側になってるモンスターはエクシーズ召喚の素材にできないんですよ。うん、っていうのもあるんで、まあこの、月の書いろんな使い方ができるなと思ったので2枚採用してます。で、コズミックサイクロンも言ったね。で次、墓穴と抹殺2枚ずつ入れてます。はい、でまあ墓穴はもうエルドリッチに対して最強に動けるのでもう2枚入れてます。で後から見てもらうリプレイでも墓穴の指名者が綺麗に刺さったね、対戦がありますので、そちらもちょっと後で見てもらおうかなと思います。なのでまあ2枚入れてます。で抹殺はやっぱこの2ビルとかもケアできるし、まあなんか多分ねミラーとかも多いと思うんで、そういう時に、抹殺打てれたら強いかなと思ったんで、2枚だけ入れております。はいはい、という感じで、じゃあ次ねトラップいきましょう。この十二獅子の縫合っていうのが1枚入れてます。でこれは十二獅子のカードで、自分フィールドのエクシーズ
自分フィールドの12エクシーズモンスター1体を対象として発動できます。デッキから12種モンスター1体を選んで、そのエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズ素材とするっていうものになっております。はい、なので、デッキから1枚ね素材にできるんですよ、うん、で例えば、まあ、相手の攻撃に対してバイパーとか入れてあげたら、バイパー殴ってくれた相手モンスターを除外できたりとか、ラム引いといて相手の無限包容とかに対してラム墓地を送ってトラップ効きませんよっていう状態にとかもできるんで、まあ、1枚だけ入れてます。で2の効果も優秀で、墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の12種カード5枚を対象として発動できます。そのカードをデッキに加えてシャッフル、その後自分はデッキから1枚ドローっていうね、効果を持ってます。なのでまあこれなんですけど、12種子モンスターこのドランシアがね1枚しか入れれないんですよね。なのでまあこれの再利用のために、入れてたりとか、まあ結構このさっきも言ったけどゴードンとかで使っちゃうんで、除外したりもしちゃうんで、まあその、回収役として1枚入れてますっていう感じですね、うん。で次無限包容が2枚ですね。まあこれは単純に強いんで入れてます。はい、やっぱりね、デッキのギミック的に交換無効にするカードがあんまりこの誘発系のカードしかないんで、まあそのかさ増しというかね、相手の先行1ターン目を邪魔できるカードなんで、やっぱ入れといた方がいいかなと思って2枚採用してます。うん、で一滴入れてないんですけど、まあ理由としてはやっぱ相手の先行1ターン目に打ちたいなと思ったんで、まあ、無限包容にしてますね、うん、っていう感じでございます。で最後マクロコスモスが2枚ですね。ここちょっと尖ってみたんですけど、どうですかね。これはまあフィールド永続トラップなんで、フィールドに残り続けるんですけど、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、墓地へ送られるカードは墓地へは行かず除外されるっていうものになってます。はい、これ結構ねやばいカードですよね。うん、なんで結構ね墓地利用してくるエクシーズテーマあると思うんで、まあそれに対して強く出れるっていうのもありますし、まあこれ発動しとけば相手の増地が打てないんですよね。このカードを手札から墓地へ送って発動できるっていう効果なんで、墓地へ送らないといけないんで、これ発動されたら増地が打てなくなっちゃいます。はい、っていうのもあって2枚採用してますね。まあ結局墓地利用するテーマって多いんで、まあ2枚入れといたらおもろいかなということで2枚採用してみました。でこれ1個気をつけないといけないのは、まあ相手の開始のターンの1ターン目とかにマクロコスモスドローフェイツとかで打ってしまうと、まあ自分もね、増地打てなくなっちゃったりして、まあちょっと厄介なんで、まあそこだけね、気をつけてください。うん、でこの春うららとかは、効果的にね、大丈夫やったはず。うん、このカードを手札から捨てて発動できる。手札から捨ててやったら大丈夫なんですよ。手札から墓地へ送ってとかね、墓地指定があるカードは無理になっちゃうんで、まあ、そこだけね気をつけてください。はい、っていう感じのメイン40枚となっております。はい、じゃあ次ねエクストラデッキやっていきましょう。はい、じゃあエクストラですね。エクストラはまあしっかり15枚入れてますよということで、まず、じゃあまあ12獅子ギミックから見てもらいましょう。まず、タイグリスが3枚で、ドランシア1枚、ワイルドボー2枚、ハマーコング2枚、ライカ3枚っていう感じになっております。でこの配分なんですけど、このライカとタイグリスはもう絶対3枚です。まあ理由としてはここ2枚を使ってこの、未来王とか未来竜王に持っていったりもできるんで、もうここはね3枚必須で入れてます。でまあドランシアは制限なんで1枚ですね。うん、まあ入れれるもんなら3枚入れたいですけど、まあさすがに無理なんで1枚で、次ワイルドボーですね。ワイルドボーはまあ相手プレイヤーにダイレクトアタックできるっていう貴重なモンスターなんで2枚にしてます。うん、でこいつで殴ってからアーゼウスに簡単に重ねに行けるよっていう流れですね。でハマーコング2枚、まあ正直これはもうエクシーズ素材のかさ増しでしかないですね。なのでまあ2枚入れてるよっていう感じの配分になっております。はい、じゃあね次12獅子以外見ていくと、フューチャーナンバーズ0未来王ホープが1枚で、未来竜王ホープが1枚、そして、前回のベスペネイトが1枚とアーゼウスが1枚という感じになってます。じゃあまずねこの未来王の話からしていくと、
まあこれはね、見ていくとエクシズモンスター以外の同じランクのエクシズモンスター2体で出せると。なのでまあ 12cc のエクシズモンスターが2体フィールドに並んでるだけで簡単にね未来をホープ出せるんですよ。でもこれ優秀すぎる。でこの未来をホープ出してからこの未来竜をホープに一瞬でね重ねることができます。まあナンバーズモンスター以外の同じランクのエクシズモンスター3体って書いてるんですけど、まあ効果でねこのカードは自分フィールドの未来王ホープの上に重ねてエクシズ召喚することもできるよって書いてるんですよ。なのでもう簡単ですよね。未来王ホープ出す、その上に重ねて未来竜王ホープ出すだけでございます。いやそしてまあ最強の妨害を構えるっていうね。じゃあどうやって、エクシズモンスター2体並べるかなんですけど、まあちょっとさっきねそこ紹介しちゃいましょうかね。まず、必要な手札がサラブレード1枚と、まあ、ラム1枚か、炎武天気とラムか炎武天気と、サラブレードみたいな、この3枚何かしらが2枚ないとダメですね、うん、はい。じゃあね、ちょっと実際に見てもらおうかなと思います。で手札に炎武天気とラムが揃ってるんであの展開できますね。ちょっとじゃあやっていきましょう。まず天気発動でサラブレ回収でサラブレ召喚で効果でラムを捨てます。でワンドローで1体でエクシズ召喚で出てくるのがライカでライカ効果で素材取り除いて墓地からラム特殊召喚ライカで、エクシズ召喚ですね。で、ドランシアでドランシア効果使おうと思ったら包囲を打たれたんですけどそれにチェーンしてドランシア効果使ってます。これねドランシアフリーチェーンなんで相手が包囲を打ってきたとしても、もうすぐねチェーンして、ドランシアの効果が起動できます。はい。なのでドランシア効果でラム破壊します。するとラム効果発動しまして墓地からライカを蘇生します。で2体で、エクシズ召喚して未来をホープ早いですね。そして未来をホープから未来竜をホープという流れになります。はい、分かったかなこれ、うん、っていう流れになりますという感じですね。まあこれ後でもう一回あのリプレイ動画のところで、流れますのでもう一回それで確認してみてください。はい、っていう、未来をホープ未来竜をホープですね。で次、旋回のベスペネイトなんですけれども、自分フィールドのランク4のエクシズモンスターの上に重ねてエクシズ召喚することもできるよっていう風になっております。なのでまあ打点を増せるんですよね。結構12獅子たちってあの攻撃力低いんですよ。でエクシズ召喚したとしても、まあ、こいつらの攻撃力が反映されるんで最大でも1600なんですよね。でまあ2体以上重ねてたら、まあ、この辺で2800とかにはなるんですけど、まあ、それでもね低いよねっていうことでなかなかダメージを削りに行きづらい、デッキになってます。まあそれをちょっと解消するじゃないですけど、このベスペネイトは、まあ、ランク4のエクシズモンスターの上に重ねるんでいきなりね2500の打点が立てれるっていうので採用してます、うん、でまあ一応守備貫通持っててでこいつが、相手によって破壊されたら自分の墓地のレベル5以下のモンスター1体を特殊召喚するっていう効果を持ってます。なので、これでねまた後続確保で、まあ、ラムとかサラブレとかバイパーとかね出せるわけでございますよ、うん、っていうので1枚採用してます。で最後、12cc アーゼウスですね。あ、間違った。ネガロギアアーゼウスですね。はい。ということで、でもこいつはもう、もうほぼね、12cc なんで採用してますね。もう、簡単に、4素材アーゼウスとか6素材アーゼウスとかまでいけるんで、もうこれはね、入れない意味はないので、入れてます。で、こいつがもし、リミットレギュレーションで禁止にされたら、ちょっと切れそうになりますね、僕は。はい。っていう感じの、エクストラ15枚でございました。はい。まあ、なんとなくね、分かってもらえたかなと思うんでございますけれども。ということで、じゃあまあ、もう早速ね、リプレイ見てもらった方が早いんで、リプレイ見てもらいましょう。今回はね、2本見てもらいます。じゃあ早速、どうぞ。はい、じゃあね、見ていこうと思います。相手はエルドリッチですね。うん。で、こっちが高校でした。なので、結構不利。じゃあ見ていきましょう。まず壺発動から、まあ妨害できるカード1枚もないんで終わりましたね、これは。で、あ、一手3伏せでエンド。で、こっちターン返ってきてドロー。で、小遣いがとりあえずあったんで発動して、まあ適当に真ん中割るかって割ったら、まさかの、あ、ちょっと待って、止まってもらおうか。はい。スキルドレインでした。はい。で、その後、ラビーナ通常召喚してます。で、そのままワイルドボーに重ねてますね。うん。
まあドランシアの動きだと相手フィールド上に表側表示のカードがないんで、まあドランシアが生きないということでワイルドボーにしてます。でそのまま殴りに行きました。でここはまあなんかコンキスタドールとかワッケーローが出てきてなんか立てられて攻撃できませんっていう状態が一番ムカつくんで、ワイルドボーでとりあえずダイレクトアタックできるっていうのを考えてワイルドボーにしてます。でとりあえず殴りました。でメイン2で重ねます。でハマーコング、エクシーズ素材要因、そしてタイグリスまで行って、もうそのまま相手が許してくれたんでアーゼウス立てました。すると相手が、コンキスタドールと赤き血染めを使ってきたんで、まあ、それに対してアーゼウスですね。これね思うんですけど、エルドリッチ側ねもう割と早めの段階で、このコンキスタドールとか赤き血染め使ってフィールドのね順位してモンスター除去しといてもよかったんじゃないかなって思いますね。うん、まあそうされても僕は死者蘇生あったんで何ともなかったんですけど、うん、で、エルドリッチ出てきて、で、ここでアーゼウス使いました。でもう盤面除去してエンドですね。で一旦行きました。でこれわざわざエルドリッチ除外てか墓地に送っといたのは、まあここに墓穴があったからですね。うん、フィールドに残すと結構厄介なんで、もう素材全部使っちゃって墓地に送って、墓穴セットでエンドしてます。はい、で相手が、赤き使ってきてワッケロセットしてますね。で手札のエルドリッチの効果に対して墓穴ですね。で除外しました。で効果無効。で相手が墓地のエルドリッチの効果を使おうとしたんですけど、これね使えないんですよ。なんでかっていうと、墓穴の効果で無効にしてるんですよね。除外したモンスターおよびそのモンスターと元々のカード名が同じモンスターの効果は無効化されるって書いてるんで、もうねこっちでエルドリッチ除外して無効にしてるんで墓地のエルドリッチも発動できませんよということですね。で相手は多分それが分かってなかったみたいです。はい、まあこれがねさっきも言った通りこの墓穴の指名者が、エルドリッチに刺さるよっていう理由ですね。まあこれが綺麗に刺さったっていう展開でございました。はい、で相手萎えてやめてくれましたね。それで勝ちましたと、うん、いう感じでございます。はい、ラッキーですね。ありがとうございます。はい、じゃあ2戦目見てもらいたいと思います。今回はね結構展開できてるんでちょっと参考になるかなと思います。まあさっきも見せたんですがね、未来竜へ行く展開です。で無限保有で無効にします。で1伏線エンドやったかな、これ無効になって1伏線エンドで、こっちターン帰ってきてドローフェイズドローでマクロコスモスですね。天気発動でサラブレ回収でサラブレ召喚で効果でラム墓地を送ります。でワンドローしたらまたラムやったと。でサラブレ1枚からライカで、ライカ効果で素材外してラムを召喚で、ライカからドランシアですね。ドランシア行って、でそこで法要打ってくるんですが、まあこれはねチェーンでドランシア発動できるんでドランシア使っちゃってラムを割りに行きますと。じゃあラムの墓地効果、破壊された時墓地からライカ特殊召喚でいきます。で2体で未来をホープまで行くんですけど、これね今ドランシアライカって立てれてる状態なんですけど、ここにプラスしてドランシアに対して、タイグリスをエクスで召喚します。でタイグリスで、素材1枚取り除いてライカに素材を渡してあげます。するとライカの効果ねもう1回使えるんですよ、うん、でそれでライカの効果で墓地から、またねラムとかを特殊召喚して後続を1枚確保した状態で、未来をホープに立てることもできます、うん、ただ今回はやってないです、うん、一番分かりやすくするためにね。なのでちょっとここややこしいなっていう方はもう今の忘れてください。まあただそういう後続確保する方法もあるよっていうのはね覚えておいてください。で今未来を立てました。で未来を1枚から未来竜をホープですね。はい、で最強のカード立てて殴りに行って、ここセットかな、さすがに2枚セットでエンドですね。
で手札に G もないんで割と早い段階で打とうとマクロコスモス打とうと思ったら相手セットエンドしてくれたんで、もう発動せずにこっちのターンでまた天気来たんでサーチしときました一応ね。で次はバイパーサーチですね。でラム召喚でラム1枚からライカでライカからワイルドボー、これあんま意味なかったね。最初からワイルドボーでよかったですね。で攻撃に対してマクロコスモスで、このプチラノドンを除外しておきました。はい。でワイルドボーで殴りました。でワイルドボーからタイグリス行ってアーゼウス、はい、っていう感じですね。これで4素材アーゼウス立ててエンドですね。なので未来竜王とアーゼウスが立てれたっていう楽しい展開ですね。で相手モンスター効果に対して未来竜王効果で無効にします。で無効にするともらえるのでありがたくこの真ん中にもらいました。で相手の絵もできなくてエンドでターン返ってきてこれも勝ちましたね。ドローで何もせんでいいなと思ったんでアーゼウス盾にして3体で殴っていくという結末になりましたと。という感じでいかがだったでしょうか。リプレイ見てもらいましたけれども、まあ結構ね強かったと思います。うん、まあこの辺の月の書の、使うタイミングとかも障害できたらよかったんですけど、その辺はちょっと出てくれませんでしたね。まあ実際みんな使って試してみてください。はい、ということでエクシーズフェスティバルね2月17日から始まりますから、皆さんそれまでにねデッキ考えておいてください。もしよかったらねこの12紙デッキも、試してみてはいかがでしょうか。結構ね、優秀だと思います。うん。でまあ、あとはあのリミットレギュレーションですね。イベント限定のリミットレギュレーションがどうなるかなんですよ。まあ、それ次第でこのデッキが死ぬか生きるかね変わってくるんで、ちょっと皆さんそこだけねヒヤヒヤしながら待とうかなと思います僕は。というわけで今回はエクシーズフェスティバルに向けて作った12獅子デッキの紹介でございました。皆さんもよかったら真似してみてください。というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回のマスターデュエルでお会いしましょう。以上、チョスゲームオンラインのチョスでした。バイバイ。